今ですね、私の家の実家に帰ってきているんですけども、この子が、柴犬のメグちゃんです。メグちゃんのメグは、メグライアンのメグから取りました。めぐみではございません。はい、よいしょ。はい、メグちゃん、はい、皆様にほらお挨拶して。はい、メグちゃんです。寂しがり屋じゃない、あの恥ずかしがり屋ですね。はい、はい、かわいいね。メグちゃんです。やっぱしね、あのかわいいんでついつい、実家にですね、帰りたくなってしまいますね。まあ、今住んでるとこは実家が近いんでね、まあ、今のそんなに苦じゃないんですけども、やっぱりこう会いたくなってついつい帰ってきてしまいます。で、最近ですね、僕の知り合いの家でですね、あの泥棒が入ったらしいんですよ、夜中に。ほんでですね、まあ、いろいろとね、まあ、被害はリビングに置いてあった財布だけ取られたらしいんですけども、それでもやっぱ気持ち悪いですよね。それもね、そんな、まあ、夜中に、家族たちがね、もう寝静まった頃に入ったらしいんですけども、まあ、そういう時でもね、こうワンちゃんが家にいると、ワン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 って言うんで、泥棒もね、やっぱり、面倒が起きそうなところにはね、狙って入らないので、皆さんもぜひですね、防犯にワンちゃんをね、飼われたらどうでしょうかという、なんでもないお話で申し訳ないんですけども、やっぱね、こういうチビが一人いるとですね、一匹いるとですね、やっぱりワン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 言って、ね、教えてくれるんで、そういうところはね、やっぱ泥棒も、ターゲットから外すらしいんで、ぜひワンちゃん飼われたらどうでしょうか。猫ちゃんはダメですよ、まあ、吠えないんで。はい、ではね、メグちゃんがいるんで、安心です。